私はあんまんな。ああ、なるほど。一丁かますか。なるほど。さて、違うよ。違うよ。ああ、そして
ああ、さて、ほうほう、thank you.
生。先生。ここだ。ここだよ。また本が増えていませんか？古代の書物を訳すんだ。これでもまだ足りない。半分くらいかな。これで半分ですか？いや、実に面白い。とある地方のおとぎ話に本に関するものがあってね。もしかしたらこのおとぎ話の本も壁画と同じかもしれないんだよ。それで民族学の本まで。そう、多角的に物事を眺める学術における基礎の基礎だよ。おっと、いけない。君が呼びに来たということはもう授業の時間かな。はい。先生、遅刻ですよ。申し訳ありません。メアリー殿下。さて、それでは生徒の諸君、今日の授業を始めるとしよう。輝ける知識の著者であり学者、スサンナ・グロトフの記した一節に、知るという行いに終わりはない。人は生きている限り毎日が学びの場だ。知り、知るし、そして語る。その連綿としたつながりこそが人の歴史であり営みだ。決して一人で世界は完結しない。知識もそうであるよ。だからこそ私は知るし語るのだ。己の知識が誰かの糧となり、より良き未来を築く助けになる。これを読む君よ、私の知識と経験が君の未来の良き礎となることを強く望む。なるほど。ごき、ごき、ごき。ごきげん。は。なるほど。
ありがとう。ありがとう。ありがとう。